部さん、こんにちは。こんにちは。社長、はい、ちょっとせかしましたけども。できた。できましたか。できました。熊谷くんもキリンさんになっちゃってて。待ち遠しかった。もう、はい、まだかまだかと。はい。ね、いやめっちゃかっこよくなりました、ね、もう早やれよとうるさいんですよ。いやそんなことは言ってないです。ない最後の追い込みきつかったよ。最後に追い込みかけてくるから熊谷くんがもうどうしようかなと思って。ごめんなさい。ということでもう急ピッチに仕上げて、うん、ちょっと見てみますか。完成しました。じゃあこんな感じです。どうですか。最初の来たノーマルの時と比べたら全然変わったでしょ。違う。カメラさんどこ行くの。カメラさんここ撮ってくる。カメラさんここ。そうじゃない。こっちが明るいですね。こっち。カメラさんこっち。カメラさんどこ行くの。ここ撮ってる。ここカメラさん。回すように言ってたら分かる。カメラさん喋ったでしょ。カメラさんどう。ちょっと一回話し気味に撮って、ちょっと全体撮ってからの。ちょっと。あのホイールを全体撮ってからのこうアップした感じ。ダメだね、カメラさん、アングルが。カメラさん、全体撮って。どういうこと？ホイールの全体ね。ホイールの全体だよ。そこ撮っててね。はい、こんな感じから、キャリパーは？どうやっちゃう、カメラマン。どうカメラマンで喋らないんで。喋ってるでしょ。どう、いい感じ？かっこいい、でかい。熊谷君、どう？いや、ブレーキいい感じって。オレンジ。サンディさんの目立つもんね。ね、今回ちょっと、あれだね、黒の中のオレンジだから結構目立つね。あのオベちゃんの時もそうなんですけど、うん、僕のやつより全然みんな目立ちすぎなんですよ。だってみんな浅田くんさん赤の中にゴールドがあってとか。でも光が当たるとどうですか。ちょっとやつ、ほら俺のやつほら光が当たればわかるね。わかる。でもインパクト具合はちょっと違うね。なんか奥に入ってる方がかっこいいですね、うん、フラップもちゃんとついてね、カーフで。こんなでもこんだけついてたけど全然雰囲気変わるだよね、やっぱね。全然違う。1センチぐらいだよね。あ、熊谷くんごめん。はい。ちょっとナビ見て。はい。ちょっとナビ見て。ナビですか。ちょっとナビ見て。あれ。ナビがついてない。ナビレス納車。いやもうナビさっきアップガレージ売ってきた。本当ですか。本当。予算が足んなかったんですよね。違う、あのなんかナビ初期不良で、はい、なんか再起動しまくっとったんですよ、なんか。もうなんかね苦戦しとったよ。そうだからメーカーにちょっと送ってから届くからちょっと今なしで、はい、わかりました。でやっちょくんが磨いてくれ、ちょっと全体横全体やっちょ、ほら映して。きれい。ちょっと分かる。声入った今。はい、え、なんてやっちょ。きれい。めちゃくちゃきれい。社長どう思います？自分がやった時だけこうやって。ねえ、もう自分一番褒めとるな、なんか。やろうより自分。じゃあちょっと後ろから、後ろから。後ろから。嫌な人だわ。後ろどうですか社長。後ろエアロも綺麗について、マフラーもいい感じに。マフラーいい感じ。ちょっとカメラさんここちょっと撮って、ここどう熊谷君これ。いやお尻が本当にかっこいいね。かっこいいねこれね。しかもこれエアロにエアロ。はい、エアロにエアロです。ここですよね、エアロにエアロ、うん、あそうだね。2段階エアロがついてる。、はい、あこれつかウィングはこのままですもんね。そうだね、今回はそうだね。どうよ熊谷くん。いやめっちゃかっこいいです。そうだ、一番気になることあるよね、乗った感じで。乗り心地とブレーキ。ブレーキ、最初めっちゃひどかった。ひどかった。あ、やっちょが体感したね。どうだった。ひどかった。止まらんかった。いや本当になんか比べた時に、おさぴーさんの聞きすぎ出て聞かんびっくりしたじゃないですか。びっくりしました。熊谷くんえって感じで壊れてんじゃねえかってぐらいの聞きだったんで。錯覚起こすんですよ。あ、そういうことね。本来それがノーマルなんだけどって感じ。そうです。で僕の時前前下げそうじゃないですか、うん、で底付きやばかったんですけど、どうなんですかね。もうこれなら大丈夫だと思うけどね。大丈夫ですかね、うん、じゃあちょっとあれだね、乗り心地とブレーキを一回熊谷君に体感してもらって、はい、じゃあ一回乗ってもらって、乗ってもらえますか。はい、マフラー音聞かんか。あ、マフラー音聞いとこう。ちょっとあ、熊谷君、あ、車やります。じゃあ、うん、マフラーじゃあ俺かけてこようかな。オンとオフで、あ、リモコン持ってた場合ですね。じゃあ、あ、そうだね。熊谷君マフラーバッチリだよ。本当っすか。バッチリバッチリ。これいいよねマフラー。入ってますよ、今これが静かな。静かな。うるさいと思ってた。いやこれ全然うるさくない。これ静かな方で。これ通勤しよう。通勤しよう。これ通勤しよう。じゃあ土日は土日しよう。行きますね。土日しよう。こうなります。おお。ちょっと踏んでみるね。はい、踏みます。
社長一回バルブ閉じて踏んでみてもらっていいですか、うん、今バルブ閉じたから踏むよ。違いわかるかな。違う違う違う。もう一回開けてもらってください。嘘ってさ、これ何言ってんの。おーおーおー、どう。いや、めっちゃいいじゃないですか、ね、すごいよね、こんだけ変わるだね。はい、いいね、いいじゃない。めっちゃいいっす。これなら通勤もしながらね、はい、オートも楽しめるで、土日にね。じゃあ、やっちくん、社長と俺と熊谷くん、こっち行きましょうか。こんな感じで、まあちょっと細かい内容は、愛車自慢で紹介するので、今日は完成納車動画ですね。はい、はい、ちょっと試乗したいね、はい、気になるでしょ。気になってます。じゃあ、じゃあ乗ってきますか。乗りますか、はい、行きましょう。おー、熊谷くんどう。あれ圧迫感やば。いやでもアトレより広いっすよ。熊谷くんの圧迫感やばい。アトレより広いです。本当広いです。天井も高いですし、ちょっと集音マイクだから走ったらすげえ音拾うかも。よし行きましょう。はい、あ、後ろマット下がっちゃダメだよ、縁石あるから。納車前にぶっ壊した。飯馬になっちゃう。まだまだいけるな。そのまま左。いい音する。いい音する。あれ今消してないかな。あれオンでしたね。今オン。今オン。はい、マフラー乗ってますよ。おーって言ってます。あー、乗り心地の違いは勝ったな。なんかメリハリがあるところ。社長、なんかこっちの方が反発が強いんですよ、なんか全体的に。うん、なんか、なんて言うんだろう、硬い印象がある。バネルと硬くないですけど、乗った時にすごい硬いイメージがあります、なんか。ちょっとスポーティーな走りなんですかね。そう、ちょっと硬く感じるよね。硬く感じますね。これ左かな。熊谷くん、ブレーキどう。おー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 おおおお。継続しますね。いや、それはするでしょ。それはするでしょ。いや、でもノーマート時と全然違います。全然違う。はい、いや、ちょっと感じ方が違うね。全然違う。でも乗り心地も全然いいね、これ。全然、でも気になるんすね。うん、いや、熊谷俺のやつは誰って全下げしとったからね。ああ、まあ確かに。そうそうそう。立っちゃくなった。はい、出だしの音がいいね。おおっていうね。なんで軽バンってこの後ろ乗り心地悪くなるんですかね、車高調つけると。でも軽全般そうだからね。ああ、足の構造的にしゃあないですかね。そうだね。たださ、軽いっていうのもあるよね、多分ね。あ、さあ、ブレーキの利き。いいね、いいね、いいね。止まるな。おお、いいっすね。全然違うでしょ、最初と。はい、そんなにって思ったでしょ、最初。最初なんか踏んでも止まんない、なんかスーッて前に出ていくような感じだったんですよ。ね、走りは俺と変わらん。走りは変わらん。なんか同じ。むしろこっちの方が走るんじゃない。軽いか、軽いですね、こっちだから多分。まあ、ツネーブル重たいもんでさ、なんか。さあ、よかったやん、熊谷くん。ね、よかったね。結構いいですね。ね、乗り心地もいいし。どう？満足してます。満足？だいぶ。軽バンいいよね。はい、軽バンすごくいいんですよ。軽バン。でもいいよね。ノーマルじゃん、なんだろう。がっつりやりすぎずで。なんか、がっつりやりすぎずで、なんか俺の方今。足の車ね。なんか、なんかよくない？あそこまではなっていう。でも。シンプルな感じで、だったらいいですよね。街の感もどこでも行けるし、気持ちよく乗れるっていう。僕軽バンってなんかなんてもっさいイメージ持たれてるんですよ、やっぱり。ダサいみたいな。わかる。おばあちゃんが乗る。おばあちゃんが乗る貨物車。営業車。なイメージがやっぱりあるじゃないですか。そういうのを、うん、なくしてね、普通の人でも乗れる感じ。はい、ね、そうだね。でももう見た目も全然いいしね。まあ、しかもよく走るしね。あれじゃないですか。でもタントとか、うん、ああいうのと比べると、 N ボックスと比べるとやっぱり劣っちゃうじゃないですか。そうね、そこと比べれればね。そうなんです。だからみんなやっぱり選ばないのかなっていう。ありですか。いや、全然ありだと思う。
用途的にはだって何でもキャンプやったり、そうそうそう、車着か、はい、車着です、ね、荷物も運べるし、運べて、ね、2列目広いとか、あ、広いで後ろも人乗せても広いし、確かに、ね、使え用途はいっぱいあるからね。 N ボックスとかよりトランクは圧倒的にだって広いじゃないですか。そうですね、はい、ね、皆さん結構軽バン激アツですよ今ね。また作りますか。もう全然全然持ってきて。なんかいろんなみんなのやり方があるじゃないですか。なんかいじり方、いじり方とか内装やったりとかする人もいるし、うん、なんでちょっとファーストクラスでやってくれるので、いじっててもね、やってる方も結構楽しいじゃん。面白いですよね。面白い。人それぞれほらなんか、うん、確かに。ちょっとこれ色は出しやすいかもしれない。どっちかというとおべちゃん系統ですね、こっちだと。あ、そうだね。街乗りやすい感じのね。街乗り仕様。初め色的になんか派手になっちゃうかなと思ったんですけど。派手。意外にシンプルに。いや、こんな感じが雰囲気出ていいんじゃない？黒とか、ね、シルバーとかよりは。これでもドノーマルだと正直なんか地味ですよね。よかった。ドノーマルだと地味だなぁと。カスタムするとかっこいいので。そうだね。皆さんもちょっと競馬やりたい方いたら、ファーストクラスでカスタムから販売から全部コンプリート。もう全部やります。はい。ね、全コンプリートやりましょうか。やります。はい。ということで、今日こんな感じでね。はい。じゃあ社長なんか最後に。宣伝でもあれば、宣伝で、宣伝というか、まあこういう何台やったかな、エブリやってアトレやって、また今エブリやって、次またアトレです。アトレもう競馬結構やってるんで、競馬屋さんもありつつある。一時期は BM 屋さんだったしみんなが立て続けにやってくれる。でもやってきた分結構覚えてきたのも多いんで、結構だって下げれないのも分かったじゃないですか。なんか、あ、そうだね、どこをどうしたら、はい、次熊谷君いいかもしれない、うん、はい、やらない、やらないっす。通勤者っす。なんで、まあ、こういう感じでいろいろトータルコーディネートしてくれるので、はい、やります。はい、まあ、もちろん販売もしてるんで、みんな多分ただのカスタム屋さんと思ってるんで。そうなんだ、みんな買う、困った時のファーストクラスみたいになってて、そう、なんか、つけるのをつけて、つけたんですけど、これ困ってますって来るから、じゃできれば買うとこから来てくれれば、そうなんですよね、困ることもないはずなんで、そう、よくコメントに書くこと、車買ったらファーストクラス行きます。うん、車買う前にファーストクラス来てほしいね。なので買う、あ、そう、みんな知らない、うち車も買えるしパーツも買えるし、そう、何でも買えるんですよ。よくコメント書かれてるね、車買ったらファーストクラスに持ってきますとか、そうそうそう、部品買ったら行きますとか、そういう感じじゃなくて、普通に販売もするんで、まず相談から来てください、買う前に。あれ見るたびに分けくんですよ。買ったら行く、ちょっとよく分かんないと思って ね、そういうことがあるんで、はい、皆さんぜひファーストクラス遊びに来てください。はい、お願いします。はい、ということで今日はこんな感じですね。はい、じゃあエブリー紹介でした。はい、さよなら。さよなら。So I said no, 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 it was supposed to be my pentacle. What did you do to me? I killed down no one to free for champions. I can't believe you're trolling. I killed down no one to free for champions. I can't believe you're trolling. Wait a minute!